2020年3月場所は今としては異例の無観客で場所が開催されていました。無観客の影響は人それぞれでしたが、当時関取だった炎鵬も初日はいつもと違う雰囲気で闘争心やアドレナリンが出なかった、何のために戦っているのかと普段の声援の後押しを実感したコメントを出しています。また制限時間いっぱいで大量の塩をまき館内を沸かせていた照強も、声援を力に変えようと思っても声援がないから自分で気持ちを引き締めるしかないと声援のありがたさを痛感したようでした。こうして力士にとって観客や声援は力が出る原因にもなっており大切な存在です。ですが近年は一部の観客のマナーが悪すぎると問題になっています。相撲の観戦マナー。相撲観戦には様々なマナーがあり、初めて観戦に行く人は慣れないものも多いかもしれません。まず相撲の席は土俵に近い席から溜まり席、末席、二階席の3つに分類されています。この中で溜まり席では飲食が禁止されていますが、末席と二階席では飲食しながら観戦することができるのです。テレビ中継に映るのは土俵近くの溜まり席なので飲食はできませんが、その他の席では飲食も可能になっています。実際に会場では相撲にちなんだ様々な飲食物も販売されているので、多くの観客が飲食をしながら観戦を楽しんでいるのです。また相撲観戦は写真撮影も制限があり、写真の撮影が可能なのは末席と2階席だけとなっています。土俵に近い溜まり席は飲食も写真撮影も禁止されているので、観戦に集中したい人向けの席と言っても良いでしょう。また取組中は座席の移動をしないこともマナーです。相撲の取組は一瞬で決着がつきますが、力士はその一瞬のために全神経を集中させています。これは力士だけではなく観客も同じで、近くを移動している人がいる場合、土俵上の取組が見たくても気が散ってしまう可能性もあるでしょう。応援についても様々なルールがあり、基本的に鳴り物など周囲の迷惑になるような応援はしてはいけないことになっています。こうした観戦時のマナーは相撲協会の公式ホームページにも観戦時のお願いとして記載されていますが、そこまで細かく書いてあるわけではないので、基本的には周りに合わせて判断することになるでしょう。このように相撲観戦にも様々なルールやマナーがありますが、近年は一部観客のマナーが悪化してきているのです。悪化するマナー。近年相撲観戦で指摘されるマナーとして最も多いのは応援の問題です。ただ応援に関しては相撲協会も公式で禁止しているわけではありません。過去に無観客で開催された際には多くの力士が観客、そして声援のありがたさを実感していました。ですが近年は力士のことを考えない自分勝手な声援が増えており問題になっているのです。2023年3月場所6日目、若元春と翔猿の立ち合い直前、緊迫感あふれる静けさの中、客席から突如大声が飛び出す一幕がありました。時間いっぱいになり仕切り線に立って腰を下ろし、互いに見合った両者、ピンと張り詰めた空気が会場を包み、今まさに立ち合いをしようと手をついた次の瞬間、静寂を切り裂くように若元春行けという大声が客席から館内に響いたのです。その後の取組では若元春が勝ち星を挙げましたが、力士の取組に水を差すような大声にファンからは叫んでる人いるね、マナー悪い、タイミング考えて、立ち合いで声出さないでほしいと批判の声が続出しました。声を出すことや応援することは悪くありませんが、立ち合いの瞬間は力士にとって最も気合が入る時です。特に時間いっぱいの立ち合い前は会場内も静けさで張り詰めることもあり、声も響き集中力をそがれる力士もいるかもしれません。土俵上の一番は会場にいる全ての人が見ているので、タイミングを考えて声を出すべきでしょう。
こうした行動で力士だけではなく、見に来ている人も不快な思いをするかもしれません。また相撲では横綱が負けると座布団が舞う光景を目にすることがありますが、あの行為も実は禁止されているのです。近年は投げられないように対策している会場もありますが、2024年7月場所11日目、横綱の照ノ富士が当時関脇だった大の里に会心の相撲で敗れた際に座布団が舞ったことがあります。照ノ富士はこの時初日から10連勝していたこともあり、初の黒星に会場は大盛り上がり、そして数えきれないほどの座布団が館内を舞っていました。ただ中にはその座布団などで自らの頭部を守る観客の姿も見られ、久しぶりに座布団が舞ったと驚きと興奮の声が聞かれた一方で、座布団投げるな、さすがに危険といった苦言の声も多数上がったのです。館内でも、危険ですので座布団は投げないでくださいとアナウンスがされましたが、一向に収まることはありませんでした。座布団は力士に当たることもありますし、観客に当たる可能性もあります。かなり危険な行為なので、相撲協会としてもさらなる対策をするべきでしょう。また手拍子やコールも問題になっています。2024年9月場所4日目、御嶽海と関脇の霧島の取組前では、時間いっぱいになると手拍子とともに御嶽海コールが始まりました。さすがに両者が尊虚の姿勢を取ると鳴りやみましたが、一時は異様な空気に包まれるほど。これには不快感をあらわにするファンも多く、なんだかな、手拍子すんな、コールダメよ絶対、などの声が続々と寄せられました。以前は海王や千代大会など地元力士を応援する際は当たり前のようにコールが起きていましたが、今は時代も変わり以前ほど認められなくなっているのかもしれません。今のところ相撲協会から厳格なルールの制定などはありませんが、これだけ観客のマナーが騒がれるようになると、今後ルールが変わる可能性もあります。このようなマナーは力士にはどのような影響を与えているのでしょうか。力士に与える影響。観客の悪化するマナーは取り組みにも影響を与えることがあります。2024年9月場所14日目の宇良と熱海富士という人気力士同士での取り組みで物議を醸す観客の行為があったのです。宇良は13日目を終え9勝4敗と好調で、成績次第では3勝の受賞もあるため落とすことのできない一番でした。しかし時間いっぱいになり迎えた立ち合いの場面、先に土俵に両手をついたのは熱海富士で、宇良も腰を下ろし右手をつき、館内の観客が立ち合いに集中するため静かになります。その時一人の男性の宇良という大きな掛け声が響きました。宇良はこれにビクッと反応すると左手をつくのをやめてしまいます。そして続く2度目の立ち合いは成立。熱海富士が鋭く低い立ち合いを見せ、宇良は一気に土俵際まで持っていかれてしまいます。宇良も押し返そうと必死に反撃を試みますが、前に出た宇良を熱海富士が左からいなすと、体勢を崩した宇良が前のめりに大きくバランスを崩し、見せ場なく5敗目を喫してしまいました。歓声と悲鳴とが入り混じる中、宇良の完敗を受けて、掛け声のせいだろ、ちょっと黙ってタイミングを考えて、など批判的な声が殺到。解説を務めた若乃花は、熱海富士は当たっていけたのが良かった、ここまで一気に出てくるのか迷ったのが宇良だから当たっていけなかったと立ち合いで勝負が決まったと指摘をしました。相撲は立ち合いで全てが決まると言っていいほど大事な瞬間です。若乃花も指摘するように、宇良の敗因は立ち合いにありました。最初の立ち合いは観客からの声がなければ成立していた可能性もありますし、2回目の立ち合いですぐに気持ちを作り直すのは難しい部分もあります。観客としては宇良を応援したくて出した言葉のはずですが、結果的に宇良を困らせることになってしまいました。またコールについても様々な問題が出ています。
2023年11月場所11日目、正代と阿炎の取組では、熊本出身の正代を応援するため、制限時間いっぱいとなると、突如客席から手拍子とともに、正代、正代、と大合唱が巻き起こりました。熱気に包まれた正代コールですが、アナウンサーは、私はあまり好きじゃないですね。立ち合いは、せめて最後の仕切りぐらいはシーンとした静かな中で見たいところですとコメント。同じく解説を務めた元小結のガガ丸も、サッカーっぽいですね、相撲に合わないと指摘するなど批判的な意見が聞かれました。そして正代コールでむしろ阿炎の闘争心に火がついたのか、その後の取り組みでは立ち合いから強烈なもろ手で一気に前に出た阿炎が圧倒、正代に何もさせず押し出しを決めて完勝しました。こうして必ずしも応援やコールが良い影響をもたらしているわけではなく、派手すぎる応援はむしろ力士にとってはマイナスなのかもしれません。こうした問題を完全になくすのは難しいですが、コールなどは集団でするものなので、一律で禁止にしてしまえば済む可能性もあります。また近年では力士を応援するタオルなども公式で発売されているので、声を出さない応援に改めて力を入れてみるのも良いのかもしれません。声援で力が出る力士がいるのも確かですが、度が過ぎると逆効果になってしまうので、力士を思うのならマナーを守った声援を心がけるべきでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると泣いて喜びます。よろしくお願いいたします。